皆さんこんにちは、バイさんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日はですね、メルモントさんからこちらの iPad Pro のフィルムを提供いただきましたのでご紹介いたします。最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではレッツゴー。はい、ということでこちらベルモンドさんのフィルムということで、新世代ガラスフィルムシリーズということで、モンスターと書いております。貼りやすさモンスター級ということでですね、イージーガイドというものがついていて、この新世代のガイド枠がついているそうです。こちらガジェット店でも展示させていただくのですが、これと別に iPhone 用のフィルムも提供していただいております。でこちらの iPad のフィルムは僕の iPad に貼った状態で展示しようと思います。そして iPhone 用のフィルムに関しては貼っていない新品の状態で展示させていただいて、貼ったイメージと貼る前の状態両方展示しようと思いましたので、今回 iPad の方にはこのフィルム貼っていきたいと思います。イージーガイド枠がついているということで、お値段結構するのかなと思ったところ、 Amazon を見ますと Amazon 価格で998円、なんと1000円を切ってくる製品なんですよね。これは本当に安すぎるということで、このガイド枠ついて1000円を切ってきます。ソーダガラスと比較すると強度約2倍、高度 10H ということですごいですよね。で、自己吸着して防止ということで、とても素晴らしい製品となっております。このガイド枠があればもう失敗しないということで、今回はこちらのフィルムを試していこうと思います。はい、僕の iPad Pro 用意いたしました。でこちらですね、フィルム貼り替える際、電源をつけたままフィルムを貼り替える方がいますが、僕的には電源を消した方がいいと思います。というか、おそらくこういうフィルムのですね、説明欄とかには電源を切った方がいいと書いているものが多いと思いますので、最終的には個人の判断になりますが、僕的にもメーカーさん的にもおそらく電源を切った方がフィルムとかはつけやすいのかなと思います。それでは今までお世話になったフィルムをまずは剥がそうと思います。はい、まずはこちら製品開けていきます。はい、こんな感じでイージーガイドが入っています。こちらがクリーニングキットということで付属されています。でこちらが一応本体ですね。でこんな感じで入っています。こちらのクリーニングキット開けていきます。まずはホコリ除去シールが入っています。ウェットワイプくものですね。クリーナーが入っています。ベルボンドとしっかり書いています。ここまでしっかり作り込まれています。まずはウェットワイプで拭いていきましょう。さっきちょっと僕は拭いてしまったので、ホコリ除去シートはちょっと今回は使わずにいきます。結構水分がウェットには含まれていますね。はい、しっかり綺麗になったと思います。めちゃめちゃ綺麗です。これあまりずっと拭きすぎてもホコリが溜まっていく一方なので、もう早めにこちらつけていきましょう。ちょっと向きが合ってるか確認して、こちらがですねカメラの部分、ここがカメラの部分なので、ここに重ねてあげます。これ下のもの外した方がいいかな。はい、こんな感じですっぽりはまります。でこちらの青のテープを軽く引っ張ります。はい、これでもうフィルムは一応貼れているということですかね。はい、でこちらスライドしながらちょっと貼ってあげて、30秒くらい待ってあげましょう。はい、そして最後にこちらの黄色いシール剥がします。それでは、はい、ということでほとんど全部機構が残ったのここだけです。でこの残った機構は押してあげます。はい、見てください。これがですね、ベルモンドさんのフィルムですよ。素晴らしいですね。めちゃめちゃ綺麗に貼れました。このイージーガイドが付属して998円ということで、本当に破格ですよね。コスパ最強すぎます。今回こういう風に簡単に貼れましたので、皆さんもぜひベルモンドさんのこちらのイージーガイドが付いたフィルム購入してみてはいかがでしょうか。概要欄にリンク置いておきますので、ぜひそこから購入してみてください。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも頑張ります。よろしければチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。